はい、続いての種目は目を閉じて片足立ちで何秒立てるかです。それでは現在1位のリュウさんの挑戦です。はい、最後の最後にさ、苦手分野って本当に悲しいよね。何そんなネガティブなの、いつも1位なんだよ。それではリュウさんの挑戦です。いきますよ。はい、よーい、スタート。それでは続いての挑戦者は現在2位の K さんです。はい、それではいきますよ。 K さんの挑戦、続いてください。よーい、スタート。さあ今スタートになった。さあ K 選手、最初からグラグラしているか大丈夫か。さあ K 選手、ちょっと笑っています。はい、それでは続いての挑戦者はノエルさんです。はい、I'm Noel。 それではノエルさん、目をつぶってください。はい、行きましょう。ノエル選手、目をつぶった。よーい、スタート。今スタートしました。さあ、ノエル選手、足をあまり上げていません。それでは続いての挑戦者は現在最下位のキヨンさんです。最下位だよ。それではキヨンさん、気合い十分ください。オッケー、キヨン選手、気合い十分です。はい、いきますよ。よーい、スタート。始まりました。今始まりました。うれうれよ。ということでね、すべての種目が終了しましたが、皆さんどうでしたか？楽しかった。楽しかった。すっきりしないな。まあでも楽しかったです。まあ、じゃあパート3をお楽しみに。終わんねえ、終わんねえ、まだ終わんねえ。それでは、なんと最下位は2名います。おっと、7ポイントで、キヨンさん、ノエルさんです。イエーイ。続いて第2位の発表です。おっと、これも同点。いや、第2位は1人です。あー、なんだ。11ポイント、Kさんです。第1位は15ポイント、誰だと思う？はい、ノエル、ノエル。はい、リュウさんです。それではリュウさん、感想をどうぞ。1位のイエーイ、初めてこういうやつで1位になったぜ。個人戦だけど、はい、持ち幅で、はい、ついにね、来ました。あの、優勝の、あの、なんだっけ、なんだっけ1位の願望だ、そうだ、思い出した。
思い出した。1位の願望になりましたね、ついに。1位の願望、ね、え、今まで最下位の願望とか言ってずっとやってきたじゃん、それがついに1位の願望になったね。はい、まあ、ということで、以上第2回小6中1体力測定でした。イエーイ。それではまたお会いしましょう。バイ。